般の方から、うん、まあ、もちろん著名な方まで、うん、まあ、1、2回一緒にご飯行ったり飲み行ったりするじゃないですか、うん、まあ、大人数で、うん、絶対好きになられてましたね。かっけー。誰にも言ってないエピソードを教えて。ネットニュースになるよね。ネットニュースになるじゃないですか。まだ発表してない一つ、うん、やりたいなって。なんで。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。さあ、今回のラブトークお相手でございますが、初の男性の方でございます。来ました、スーパースター手越祐也でございます。どうも、手越祐也です。よろしくお願いします。ちゃんとお話しするの初めてぐらいじゃないですか。そうなのよ。ですよね。仕事上ではもちろん絡んだりするけど、はい、そっからなんかプライベートの話とかご飯に行こうっていうのはやったことないから、はい、ないですね。楽しみなんです。僕も楽しみです、めちゃくちゃ。2枚目いきます、上から1、2。はい。誰にも言ってないエピソードを教えて。ある？誰にも言ってないエピソード、まあそれこそ手越くんチャンネルでも言ってないことであったり。俺割と全部赤裸々に話してるから、喋る人や。だからこそネットニュースになるよね。ネットニュースになるじゃないですか。いや、すげえでもいいよ、すげえでもいいよ。いろいろ将来やりたいこと、うん、まあ、たくさんあるんですけど。あ、教えて。その中のじゃあまだ発表してない一つ、うんうん、馬主になりたい。なんで。僕ね、馬すごく好きなんですよ。小さい頃から競馬が好きで、うん、で俺去年もジャパンカップ見に行ったんですよ、うん、あの東京競馬場に。そんぐらい好きで、うん、いつか自分の競走馬を持って、なんか北島三郎さんみたいなことだろ。そうそう、何万人佐々木さんとか、うん、わかっこいいな、いいなっていう憧れがあって、いつか馬主やりたいな。どうすんの、北島さんやったらさ、はい、北さんなんとかとか、はい、絶対北さんって入るやん、はい、そういうなんか決めてんの、野望。あー、冠名とか決めてないですけど、なんかやっぱ一投目、うん、最初の、僕のやっぱあの敗馬という勝つ時はやっぱテイで行こうかなと思って。テイのみ？テイのみ。ダッセー。ダッセー。あの実況聞きたいんですよ。テイが来た、テイが来た、第4番だ、テイが来た、刺してきた、刺してきた、テイ来たーっていうの聞きたいんですよ。めちゃダッセー。テイ優也とかさ、なるほどね。入れた方がええんじゃん。いやいや、でもテイがいいな、ダサいのいいなと思って。テイ2文字？実況側やったら絶対嫌やわ。じゃあ本物だとめっちゃ盛り上がりますね、トーク。そうな。確かに、ね、手越くんのチャンネルの方では偽物と絡んでるから、あの見ていただければ本当。そうですね。あの差がえぐいよね。そうですね。うん。ずっとロートーンでした。あのモノマネの方に言うとかなあかんね。もうちょっと頑張れって。あれ。そうですね。僕のマネの手とかは似てたんですけど、うん、トークはね。これちょっと手越くんの方見てほしい。どう編集してもおもろないもん。はい、じゃあ上から3つ目、はい、1、2、はい、3。あ、これ知りたいね。めちゃくちゃモテたエピソード。めちゃくちゃモテたエピソードか。この世界入ってからももちろんあるやろし、はいはい、ジャニーズに入る前もモテたでしょ、はい、僕ね、ジャニーズ入る前の中学校の時全くモテなかったんですよ。そう、あの男子校で、それこそ明大中野ってとこだったんですけど、うん、明治大学附属の文化祭あるじゃないですか。ある。あの明大中野の周りって、うん、結構女子校も多いんですよ。来るんだ。すっごい来るんですよ、うん、もう女子校だらけ。女子校の生徒 も、うん、もう当時みたいにこう SNS なかったんで、うん、その場の出会いが恋愛に発展するぐらいしかなかったから、うん、お互い千載一遇のチャンスだから、うん、もう30人ゲットしたとか、うん、50人ゲットしたとか、うん、みんな言い合ってるんですけど、うん、僕当時女子に全く興味がなくて、うん、もうちょっとなんか甘いなんかわかんないけどお菓子とかだけ食べて、買って食べてすぐもう帰宅してたんですよ、うん。僕の母親が言うには弓引きすぎたんだなって言われるんですよ。引いた分だけバーンって言ったみたいな。ドカーンみたいなってなったって母親が語りますね、僕のこと。じゃあそんな若かりし手越は、はい、女子に興味なかったんやろ。はい、なかったですね。いくつでファーストキスを迎えるの。僕自分の動画でも言ってますけど16です。初キスです。どこでしたの。宮崎です。ベタめちゃくちゃベタなとこでキスしてるやん。桜木城っす。じゃあそんなんていうの、自分がうわモテたなって感じたことないの。モテたな、ありますよ。
ありますあります。それをどの時に思ったの？モテたなって感じたのは20何歳ぐらいだろう、25、6歳の時ぐらいかな、一番感じたのは。それはもう、どういうモテ方？もういっぱい付き合ってよみたいな言われまくったってこと？まあ、一般の方から、うん、まあ、もちろん著名な方まで、うん、まあ、1、2回一緒にご飯行ったり飲み行ったりするじゃないですか、うん、まあ、大人数で、うん、絶対好きになられてましたね。かっけえ、いいって絶対、はい、絶対好きになられてましたね。それってね、はい、どういうことなんだ。なんで隙間入ったんですか。向こうから好きなんだけどって言われるってこと。でまた会いたいとか、うん、LINE がいきなり頻繁になったりとか、うん、がいきなりガンって変わるんですよ。なんか対応が本当女子になるというか、すげー、はい、でなんかよくバラエティとかで、うん、モテるでしょやっぱりみたいなこと言うじゃないですか、うん、みんな、いやそれもでもないんですよ、うん、とかクリスマスなんかいつも男だらけなんですよって、うん、まあありきたりな感じ言うじゃないですか。俺はモテるって言ってほしいですけどね。そうよね、だって夢なくないですか。ない。俳優として成功して、うん、努力して成功してめちゃめちゃしかもイケメンで、うん、モテないわけないじゃないですか。わけない。そこの謙遜俺いらないと思うんですよね。なんかね、モテないんですよって言っても言われたらこっち視聴者側としては嘘つけやと思ってる。いやいやいやってなるじゃないですか、うん、だったらもうあモテますねって言ってくれた方がいいよね。だって俺が小学生だったら俳優目指したくなりますもん。わかる。クリスマス絶対女子とおったやろ。いや正直言うと2人っきりはないです。みんなで男女みんなでクリスマスパーティーをよくやってました。すげえな。でも付き合うっていうことにあんまり執着がないんですね。ないっすないっす。僕ないっす。全然ないっす。ないの。なんかそのイチャイチャしたいとかさ。別に友達でも しちゃえばいいじゃないですか。なんていうこと言ってんのそのラブとはならないまでもいいなと思ってれば、うん、別に俺はイチャイチャしてもいいと思うんですよ。イチャイチャしてたら好きな手越くんが。僕にそんな恋愛したい願望がないんですよ。で向こうもそれ分かってるから、うん、そこ以上付き合ってくださいにならないんですよ。向こうからも言うてること前澤さんとほぼ一緒やな甘えたりしないの。じゃ僕甘えます。めちゃめちゃ甘えます。どんな甘え方すんの。赤ちゃんみたいなそうそう、本数タイプなんですよ。全然特によね、酒めっちゃ飲むやん。はい、飲んだら割とそうなります。ああ、甘いもん。そんなことされたら、そりゃ女子好きになるやん。よくないよ。やってることキャバ嬢と一緒やん。なあ。確かにね。ボトル下ろさしてるやん。確かに。そりゃ好きになるよ。そうっすかね。俺本当にね、似てんねん。よく言われ、似てんねん。はいはいはい、僕もよく。手越くんのファンからも井上さん、手越くんと同じようなこと言ってます。似てるって言うんだけど、はいはい、一番よく言われたことが俺、手越の劣化版と言ってひどい言い方ひでえな安もん手越じゃあ、一番上。はい、はい、これ聞きたい。合コン行く時の最強メンバー教えて。なるほどね。もし行くならと。そうそう、それはもちろんだって、その代わり関わりない人ダメよ。ちょっと電話帳に入って連絡、はいはい、取れて、コンパ行きます、あ、いいよって言って、はい、まあ、言ってくれなくてもいい。はい、じゃあ例えばその人が今実際結婚してる人でもいいですね。いい、誘える人なしだ、なしだとして、うん、え、誰に連れていくかな。まあ目上目下もう下も関係なく関係なくいますね。もう最強のメンバー、最強のチーム行くとしたら、うん、え、もう、まあ、絶対ハイドさん。おおあんなイケメンでかっこよくて優しい人いないんで。うわ、すごいやん。僕絶対ハイドさん。ハイドさんめちゃくちゃいい人。めちゃくちゃいい人ですよね、うん、今手越くん、ハイドさん、はい、じゃあ今まではこの交友関係を言えなかったけど、うん、すごい仲いいし、すごいいいやつっていう人、うん、仲良くて、ウィンズの立花啓太。おお、立花くんもかっこいい。背高いし、かっこいい、背高いし、優しいし、運動神経、ね、そうです、そうです。啓太と仲いいって今まで言えなかったんで。そうか、いろいろ事務所のしがらみもあったから、はい、やっぱ僕とウィンズのケイタがいるっていうのは多分なんかレア感、女子からしたら、え、そこ一緒、そこ一緒なのみたいなあ、そこも考えてくれてるんだ、はい、バランスもうだってラーメン二郎と一蘭一緒にしたみたいな両方いいんですか、このラーメンみたいなハイドさん、ケイタ、うん、僕強いね。ラスト1人ですよね。ラスト1人、
じゃあラスト1人、ワンフークとか。いやすごい合コンやな。絶対その4人二次会カラオケ行くやろ。歌う気満々やろ。タカももともとグループ僕一緒だったんで。そうやな、はい、ニュースの時一緒だったんで、うん、なかなかやっぱね、ニュースを抜けたメンバーと関わることがそれこそ昔できなかったじゃないですか。そうやな、仲良かったとしても今はできるし、今までやろうと思ったらできるので、この4人でもし合コン行って、はい、もうでもファンタジーの世界で、はいはいはい、手越くん的に誰が一番モテる？シミュレーションした場合、シミュレーションしました、うん、誰が一番モテるか、うん、シミュレーションしました。誰？多分僕です。かっけーなー。はい、じゃあラストどっちか。こっちこっち、はいはい。最高、最後にすごいの出てきた。最高月収、え、これ俺発表しましたよ。でもまあ我々のチャンネルでは見たい、あの知らない人もいると思うので、はい、更新されてるかもしれないし、当時あの言ったやつより、いや更新、俺も最高月収あるから、M1 の賞金入った時。ああ、なるほどね。あれ1000万でしたっけ。1000万で半々だから、まあ1人500500、はいはい、これは負けてないはずや。手越君、はい、人生かけての M1 グランプリの賞金が入った時、他の仕事も入ったし、はい、それでの月収あるから。なるほどなるほどなるほど。ひと月いくらよ。ひと月なんとなくでいいよ。なんとなくざっくりですね。1億は超えてます。はぁ、あ、はい、550万で戦おうとしてくれ。毎月？いや、それはね、それはね、それたまたまかぶったんです。いろんなものがガーッと入ったいろんなことやって、もう最高1ヶ月それぐらいの額、たまたまその契約がその月が多かったっていうわけです。すっげーなー、はい、何使うのそのお金。いや、僕だから、うん、一切お金に欲がないんですよ。そうとは言わせない。違う、この家はあの独立していろんな打ち合わせとかも増えるから、まあ会社兼やからね、はい、あの外にオフィスを借りるよりは家をまあ大きくしちゃって、そこでいろんなスタッフの方に来てもらったりとか撮影とかもできた方が時間もお金も短縮になるからっていうので引っ越しただけで。それこそでもじゃあ将来さ、はい、プライベートジェット買いたいはないの？プライベートジェットはあったんですけど、僕もまああの正直事務所にいるときは、うん、プライベートジェットって絶対手の届かない代物なんですよね、うん、正直、うん、あの事務所時代だと。でもやっぱ独立して、まあ、金銭感とかももちろん変わるじゃないですか、うん、とプライベートジェットが正直手の届かない存在じゃなくなったんですよ。僕もだから。ただそれで僕プライベートジェットのことをそれこそもう周り持ってる人にいろいろ調べたんですよ。どうなのプライベートジェットって、うん、維持費も含めて管理費とかもいろいろ含めてと、うん、やっぱり何人かで持つ、本当はね、何人かでシェアで持つ、うん、か、もう一回一回リースで借りた方が圧倒的に安いっす。あとプライベートジェットって言っても確かにめちゃくちゃプライベートの環境もいいし、あれだけど、うん、正直 ANA とか JAL とかエミレーツ航空とかのファーストクラスの方がやっぱいいんで。あ、そうなん。はい、フルフラットだし、全部やってくるじゃないですか。そうか、お酒だって、いろいろね、おもてなしだって、うんうん、のファーストクラスはもちろん高いけど、うん、プライベートジェット1回の飛行に比べて全然安いんで、うん、そっちの方がいいなってやっぱ思っちゃったんですよね、調べれば調べるほど。へぇ、はい、なんでまあファーストクラスの方がいいなって。いや思いました。手越君、手越君、もう端的なツッコミやけど、はい、いや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 乗らないでしょうけどね、ファーストクラスはもったいないんで、お金が。じゃあちょっと最後に、はい、あのこれはもうみんな共通に聞いてるんですよ、はい、手越君にもお聞きしたいんです、はい、まあそんな恋愛興味ない、そこまでね、はい、恋にわーってまっしぐらになるタイプではないと思うけど、はい、まあ今のスター手越優也をもし口説く上で女子が口説きたいと、はい、なった時にこれだけは一つちょっと大事にしてほしい、これだけがないと手越は口説き落とせないぞっていうのを教えていただきたい。僕の、交友関係、うん、男友達とか女友達にまあ合わせる時とかが来た際に、うん、ちゃんとしといてほしい。なるほどね。だから結構大事、古風なんですよ考え、うん、なんか
なんか好きとか嫌いとか、ありがとうごめんなさいとか、俺 SNS 言うのとかも嫌いなんですよ、うん、やっぱり大事なことは会ってようぜっていう告白とかも、うん、なんで実際に会った時とかにちゃんと、わかんないけど僕の男友達にサラダをこう取り分けるとか、そういうところで僕キュンってします。割と古いタイプやな。そうなんです。だから変な話、手越君がトイレとかで席立った時に、はい、彼女さんが友達のことをわーってやって、はい、彼女がおらんところで手越君に対して彼女めっちゃちゃんとできてるんだ。あ、そうそうそう、めちゃくちゃ好きっす、それ。だろ、俺の女だから俺の彼女だから、そんな決まってんじゃんみたいに言いたいんで。そうか、はい、そこのでもハードル難しいな。こういう関係広いから、はい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 、全部の人に当てはまらなあかんやん、はい、彼女からしたら、まあまあまあ、確かに彼女は一体何百で戦わなあかんから、はい、まあでもそれだけ手越くんの彼女になるからには、はい、彼女もそれぐらいやっぱ気配りできて、はい、いろいろしてくれんと困るってことね。はい、そうっすね。なるほど、そうしてくれたら嬉しいっすね。そうね、だからちょっとまた恋愛したいモードになった時に手越くんと喋ってみたいね。あ、なるほどなるほど。今恋愛したいんです、はい、今ちょっと僕赤ちゃんになってますって時なということで本日のラブトークお相手は手越優也くんでございました。ありがとうございました。いいね、これからチャンネル登録もお待ちしております。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。てい、てい、最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。